People's China。 呀，家里停电了，怎么办？那你去缴费吧。我没有找到电卡呀。现在都是网上缴费哦。皆さんこんにちは、KYOSEIです。今週のテーマは電子決済についてです。去年の冬のある日、お家でたまたま休んでいた時に突然停電した。妻は同窓会を参加しに行っていた。北京の寒い冬、夜8時、私はどうすればいいのかわからなかった。焦って妻に電話をかけ、充電のカードはどこにあるのかと聞いた。でも私は笑われた。妻は、あんたもう時代遅れだよ。もうカードを使う人なんかいないわよ。今はみんなネット上でやってるんだよ。WeChat やアリペイで簡単に操作できるんだよ。と言った。私は、ああ、なるほどね。もうわざわざ出かけなくてもネット上でワンタッチすればできるんだね。と驚いた。電子決済は消費者、商人と金融機関の間で安全な電子手段を使用して支払い、情報をネットワークを通じて安全に銀行あるいは対応する処理機構に転送して貨幣の支払い、資金の流れを実行する行為である。電子決済の主な特徴は便利、迅速、高効率の3つである。今の中国では人々が街を歩けばスマートフォンで生活のすべてを解決することができる。各種の交通手段に乗る場合、スーパーマーケットでの買い物、駐車や病院での診察など、さらに携帯電話を使わずに現金を支払いたい場合はお釣りがもらえない店もある。そこで近年キャッシュレス化が我々に一定の利便性を提供しており、このような利便性がさまざまな場面で発揮されることが期待される。それでは今週のニューワードはこちら。一つ目は電子支付、電子決済。電子支付、電子支付。二つ目は、あ、原来如此啊。あ、なるほどね。原来如此啊。原来如此啊。以上、今週の KYOSEIでした。お問い合わせは人民中国雑誌社まで。